雷雨になるところがあり、局地的に激しく降りそうです。西日本は雲が広がりやすく、夜は雨の降るところがありそうです。明日午前中の降水確率です。小笠原諸島、東北北部、旭川で高くなっています。午後は長野、山形、旭川は 50% 以上と高くなっています。週間予報、北海道から東海です。北海道は木曜日以降はおおむね晴れそうです。東北から東海にかけては水曜日以降も曇りや雨の日が多くなる見込みです。近畿から南西諸島、近畿から九州にかけては水曜日から土曜日はぐずつく日が多くなりそうです。5時の BS ニュースをお伝えしました。アジアクロスロードをお送りします。今日これからお伝えする主な内容です。アジア街角リポートはインドネシアからです。インドネシアの野球代表チームの監督を務める野中和人さん。野球の人気が低いインドネシアで代表チームを見事国際大会優勝にまで導きました。今日本で開かれているアジア選手権に挑んでいます。出発直前のインドネシアチームを追いました。台湾では26日、与党・国民党の主席選挙でただ一人立候補した馬英九総統が主席に就任することが決まりました。国民党の主席を兼務することに対し批判があるため、党主席を兼務しないと表明していましたが、政権運営を効率的に行うため主席に就任すると述べました。なぜ方針を変えたのか、そして中国との今後の関係は。台湾国民党主席選挙の背景を見ていきます。今週の味わいキッチンは視聴者の皆様からリクエストしていただいたものを再放送します。今日はタイの庶民の味、センレックトムヤムクンです。辛くて甘くて酸っぱいトムヤムクンに喉越しのいい麺、夏にぴったりの一品です。さて今週はアジアのお祭りというテーマでお便りを募集していますが、愛知県のこちらは ISK さんからこんな写真をいただきました。このチラシは去年マレーシアに行った時にもらったものです。ラマダン中には日中は飲食ができないので、このように夜には豪華な食事がさまざまなホテルから出されます。チラシ中央、ピンクと緑色のお菓子はクエと呼ばれるマレー伝統のお菓子だそうですということです。ラマダンというのはイスラム教の断食月のことですよね。マレーシアではこのラマダンの期間中は日が沈むとですね、まずは胃を慣らすために、こうした伝統のお菓子を食べて、その後に本格的な食事をするんだそうです。普段よりもこの断食ラマダンの時の時期の方が食べ物の消費量というのは多いんだそうです。メッセージどうもありがとうございました。さあぜひ皆さんも見てみたいアジアの儀式ですとか、実際に体験したお祭りの思い出などを番組までお寄せください。宛先はこちらご覧の通りです。ではアジア街角リポート、今日はインドネシアの野球の話題です。今日から千葉でアマチュア野球のアジアナンバーワンを争うアジア選手権が開かれています。この大会にインドネシアの代表チームが初めて出場します。野球の人気が低いインドネシアですが、その代表チームをアジア選手権出場にまで導いた背景には、日本人の監督野中和人さんの存在があります。快進撃を続けるインドネシア代表チームと野中監督をジャカルタ支局の吉田カメラマンが取材。
下2年でインドネシア代表を世界で戦えるチームに育てました。今大会は非常についてる面が多くて、でそのついてるものを確実に点に結びつくことができたっていうのがいいところですね。インドネシアで最も知名度が低いスポーツと言っても良いのが野球。代表選手は大学生や社会人で、ソフトボールから野球に転向した人がほとんどです。ベースボールは permainan olahraga yang menggunakan intelijen yang tinggi, sehingga sebelum kita melakukan sesuatu kita berpikir sebelum kejadian itu. Abang merasa kepanasan nggak dengan seragam baseball? Oh nggak, justru saya dengan seragam baseball ini sangat menarik dan enak dilihat oleh penonton-penonton gitu. 練習中、野中さんが特に目を配るのが選手のフォームです。選手の多くは身近な手本もなく野球を覚えたため、個性的な打ち方や投げ方をする人が多くいます。ライトを守るマリオ選手。野中さんが活躍を期待する選手の一人です。しかし、マリオ選手は腕の力だけに頼った打撃フォームが身についてしまっています。野中さんはマリオ選手の力強いバッティングを生かしつつ、悪い癖を少しずつ直す指導をしています。野中さんはフォームを一から矯正することはしません。無理に型にはめるよりも伸び伸びとプレーさせることの方がチームのレベルアップにつながるとの考えからです。sebenarnya dari awal aja teknik kita tuh ada yang salah gitu dari awal belajar. Lama-kelamaan setelah ada Bapak Nonaka gitu ya mengajari kita, jadi kita tahu apa letak salahnya gitu.無理だね、強制してね、野球が嫌いになっちゃうとか、幻滅を感じちゃうだとか、ショックを受けるだとかっていうことがないように、注意しながら教えよう、まあ、教えてますけどね。はい。Jadi saya pikir secara program, dia melaksanakan program detail baseball dengan baik, terutama dari sisi baik itu basic untuk defense maupun basic untuk hitting.野中さんは8年前からインドネシアのバリ島で会社を経営する傍ら野球の指導をしています。この日は地元の高校を訪れ若手の選手やコーチに野球の理論を教えました。連覇な地区ね地区ね地区スプリットスプリットバックとスプリットマシシック、長いパワー、フィラー。野球の指導者が足りないインドネシア。代表チームの監督の言葉に生徒たちは熱心に耳を傾けます。トライフシクアンカー。Menurut saya benar-benar bisa membantu untuk semuanya, untuk ada yang ada di Bali. Bisa menambah pengalaman dari pelatih dan berkualitas hingga kualitas atlet-atlet baseball di Bali bisa lebih meningkat. Nonaka さんを支えているのは高校野球の経験です。今セカンドに高送球をしたキャッチャー。名門野球部に所属し、昭和54年夏、守りの要のキャッチャーとして甲子園に出場しました。よく覚えてますか？覚えてますよ、天理戦は。はっきり言ってね、勝てる試合でした、天理は。これ、甲子園の土。
ところですね。野中さんにとってその甲子園に出たっていうことはどんなことなんですか。甲子園に出た、宝かな。僕自身の中では、あれがあったから今があるのかなって気がしますよ。しかし大学卒業後、野中さんは一旦野球から離れます。いろいろな仕事に挑戦しますが、長続きせず各地を転々としていた時もありました。そんな野中さんを救ったのは野球でした。バリ島に移り住んだ後、仲間と一緒にクラブチームとリトルリーグを結成。野球のチームプレーを通じて相手を思いやる心を伝えたいと活動しています。ボールを投げにしてもただ単に投げたってつながらないんですよね。相手のことを思ってどこに投げたら次に相手が動作がしやすいようにっていうことを思って投げなきゃいけないですよね。Ya, impiannya memang jadi pemain baseball internasional ya. Dari dulu impiannya itu. こうした活動が認められ、インドネシア政府から監督への就任を要請されたのです。国旗を背負うという大役っていうのは本当にもう感無量ですよね。ここから先どういうふうに導いていくかっていう部分については本当に責任は重大だと思ってます。日本で行われるアジア選手権出場を前に壮行会が開かれました。この大会で日本代表チームとも対戦することになっています。野中さんと選手は一人一人インドネシアの国旗に国の代表として戦うことを誓いました。saya sangat apa ya sangatsangat merasa bangga gitu ya bisa naik ke divisi utama terus bertemu dengan Jepang gitu ya suatu pengalaman yang menarik buat saya gitu bisa bertemu dengan Jepang 本当にその重きい勝負していくんですけども、ただその中には萎縮しないでね、自分たちの野球を楽しみながらやりなさいで、まあ、いろんな角度からね勉強をねして、でそれを持って帰ってきて、で次にねつなげていこうよっていう話をします。野球をこよなく愛し、その素晴らしさを伝えたいと活動を続ける野中さん。野中さんとインドネシア代表チームの挑戦は始まったばかりです。さあ、そして今日行われたですね、アジア選手権の初戦ですが、インドネシアはタイと対戦しまして、先ほど試合が終わりました。で結果はインドネシアが1対6で残念ながら負けてしまいました、まあ、でもリーグ戦ですのでね、あさってには日本チームとの試合があります。あさって午前10時にプレーボールです、まあ、両チームとも最善のプレーができるといいですよね。以上アジア街角リポートでした。台湾では昨日、与党・国民党の主席選挙が行われ、ただ一人立候補していた馬英九総統